セクシーゾーンの中島健人が4月13日、自身の公式インスタグラムを更新。自作曲を公開した、中島健人、自作曲公開。中島は3月13日に、インスタグラムの個人アカウントを開設。同日に開設1ヶ月であることに言及し、なんかメロディー思いついたので曲作ってみたよ。インスタ始まって今日で1ヶ月なので、どうぞ、と自身が映った動画に合わせて、自作曲を公開した、タイトル、春、とし、ゆったりとした曲調に、中島の自撮りや桜を撮影したものが繋げられた春らしい動画になっている。中島健人&赤楚衛二のやりとりに反響また、シャープいつもありがとう、とファンに感謝を綴ると、ドラマ、彼女は綺麗だった、カンテレフジテレビ系、2021年での共演をきっかけに、プライベートでも交流のある赤楚衛二が、シャープこちらこうありがとう、とコメント、いえいえ。こちらこそ目の前でカルビを焼いてくれてありがとう、と中島が返信し、一緒に焼肉へ行っている中で、コメントし合っていることを明かしていた。中島の曲や赤楚とのやりとりに、ファンからは、素敵な曲、インスタ解説してくれて最高の1ヶ月だった、映像も最高、二人一緒にいるんだね、やりとり可愛すぎる、仲良しだね、といった反響が寄せられた。